熱き志を持った作品を紹介する明日のショー、その配信作品を先取っちゃう松崎誠の先取りましょう。というわけで今回は11月3日火曜日配信スタートの加藤大志監督の嫌わないでよについて、私映画活動家で放送作家の松崎誠が先取り解説いたします。はい、嫌わないでよってタイトルなんですけども、これ主役の女の子、中学生の女の子がですね、まあ、気になる男の子に対して嫌わないでよって言ってるように、まあ、内容的にも思えるんですけども、実はそれだけじゃないんですよ。何に対して嫌わないでよって言ってるのか、でこれちょっと後回しで、解説したいと思います。まあ、今言いました通り、ごく普通の中学生の女の子が主人公なんですけども、まあ仲間とワイワイやりながらもね、たわいもない話を、まあ、例えばアイドルの話してるとかね、先生の話してるとかいろいろあると思うんですけども、まあ合わせてるんでしょうね、多分周りに。でもそんな中で実はね、なんていうんですかね、あからさまにそういう自分が違うようなことを言っちゃうと浮くんじゃないかなとか、そういうこと気になってるんじゃないかなと、そういう子だと思うんですよ。でこの子がですね、気になる男の子っていうのはいましてですね、まあ、周りのクラスメートとかはこう若いね、若い新任の男の先生とかにキャッキャ言ってたりするんですけども、彼女の場合はそうじゃなくってね、まあ、クラスメートの男の子、こう成績優秀なんですけども、ちょっと喫音症っていうか、喋る時にこう詰まっちゃう、ね、そういう喫音症の男の子なんで、まあいじめっ子から目つけられてて、まあ、しょっちゅうからかわれたりいじめられたりしてると、そういう男の子がでも気になっちゃったんですね、この女の子はね。でもだからといってやっぱクラスでその男の子はそういう形でいじられちゃってるから、なかなかやっぱ近づけないわけですよ。まあ同調圧力じゃないけれども、そういう周りの目も当然気になっちゃいますよね。で、まあ、この男の子っていうのはあれなんですね、カブトムシを自宅でこうなんていうんですか、育ててると、そういうわけで昆虫がどうも好きらしいんだよね。である時こうここ舞台が地方都市で、結構田園風景が周りに広がってるようなとこみたいなんですけども、その田んぼの方でね、彼がなんか見てるんですよ。で女の子がそこ通りかかって、何やってんのって言ったら、こう七不思議がいる。七不思議ってのは昆虫ですよね。木の葉とか枝に化けるっていうか、そういう色をね、そういう色で紛れて、まあ、分かんないです、敵やカマキリとかそういうものか知りませんけども、そういうものから目をごまかしてこう生き延びている、そういう昆虫ですよね。でそれを見つけたことからですね、彼とね、もうほとんどやっぱり喫音症で気にしてあんまり喋んないみたいな男の子なんだけど、七不思議の話がちょっとこうできて、あ、その無口だった彼とちょっと お近づきになるとか、そういうきっかけになるんですね。でまあ今言いましたけど、七不思議っていうのは木の葉や、枝に化けてですね、敵から身を守る昆虫なんですよ。でこの実はですね、この嫌わないでよって英語タイトルがあって、カムフラージュっていうんですよね。だからこれ周囲の風景に溶け込むことによって、敵の目を欺いて発見されないようにして、こう命を守るとか逃げるとか、そういうことをカモフラージュですよね。だからこの七不思議はまさにそうなんですけども、じゃあこのカモフラージュっていうのは何なのかと、ね、これ最初そういうタイトルだったのが嫌わないでよになったわけなんですけどもね、じゃあ彼女は何に対してカモフラージュしてるのか、ね、何に対して嫌わないでよって言ってるのかと、ね、そこがちょっとこう初めに言った、単に好きな気になる男の子に嫌わないでって言ってんじゃないよね、もっとなんか彼女の置かれてる状況とか、そういうものに対してカモフラージュしてたりとか、嫌わないでよって言ってるんだなということが、まあ、見てると分かってくると思います。でまあこれね、細かいことはもう見てもらえば分かるんですけども、ある意味すごくこう残酷なお話でもあるんですよ。そのやっぱり単純にこの好きな男の子がいて告白するしないでドキドキって、そういう話では全くないんですよね。これは成り行きとしては、その女の子にとっても良くないことになるし、あとその
ね、その女の子にちょっと思われちゃった男の子にとってもすごく残酷なことが起こってしまうという話なんですよね。で、まあ、加藤大使監督っていうのはまあやっぱこうね、世の中そんなに甘いことじゃないぞというところがやっぱこの人の作品っていつもありましてですね、そういう意味じゃなんだろうね、人が悪いとかって思っちゃう人もいるかもしれないけど、そうじゃなくって、逆に言えばいつもそういう人を描いてるってことはね、世の中においてはどっちかというとマイノリティの方ね、要するにクラスの人気者みたいな方には目を向けずにですね、どっちかっていうとその陰に隠れてるような人たちとか、そこからね逆にいじめられちゃったりとかね、虐げられちゃってるような人々の方をこう選んで描く。だからそれは必ずしもなんかその意地の悪いとかそういうことではなくって、そういう人たちを焦点を当てて映画を描くって、そういう映画監督なんですね。でもやっぱりそこに立ち向かわなきゃいけない現実があって、それにはそうそう簡単には勝てないという現実を描いていると、まあそういうことなので、まあ撮ってる作品と撮ってる作品やっぱりそういう痛みとかがすでに伴ってるような作品が多いんですけども、これも作家の特性としてね、なかなか面白いんじゃないかなと思っております。というわけで、11月3日配信スタートの加藤大使監督の嫌わないでよ、どうぞお楽しみください。